どれを優先するべきなのか分かりません。モノマネともしいかもしれないけど、うん、あんまりよくないなとは思います、うん、一生搾取されるかもしれないので、うん、涙が出てきたはい、ということで続いて2つ目の相談なんですけども、どうぞ。自分の2つ目の質問は、今の時期インターンをすべきなのか、就活をすべきなのか、授業すべきなのか、どれを優先するべきなのか分かりませんという質問です。ちなみに今はどういう生活スタイルで何を頑張ってるとか。今は一番優先してて一番時間を使ってるのはダイアリーのインターンです一日のスケジュールで言うと、朝起きるのは6時頃起きて、支度して朝会に参加して、でそれ終わるのが8時ぐらい でそこからまあ授業を受けたりインターンしたりで、夕方4時ぐらいまでなって、でまあその後もまたずっと働いてっていう感じで9時ぐらいまで働いてますかね。今優先してるのがインターンってことで、その背景とか理由とかってありますか？理由は、まあ、単純に就活が嫌になっちゃった就活が心折られてる時期にちょうどインターンを始めて、でも楽しくて仕方がなくて、かつ授業も単位を取らなくてはいけないので就活に割く時間がないです。その旬ダイアリーさんのインターンは週何日ぐらい？毎日です。何ヶ月前から？1ヶ月前からです。今後もです。なんで楽しいから。なるほど、まあ楽しいなと思って。今ここでやってるインターンっていうのは、はい、なんでインターンしようと思ったんですか？コンテンツ発信する人と関わるのが好きだったので、まあそれでダイアリーいいかなっていうふうに思って、で自分も出演した後にかなり勇気づけられたっていうのがあったので、素晴らしい。自分もそっち側に回りたいなって思ったのがきっかけです。結論から言うと、はい、どちらかがいいという結論です、はい、で、ただ時間と資産は全量じゃない、限られてるんだっていうことをまず理解した方が良くて、限られてるからこそインターンに時間が先すぎるのは良くないなっていうふうにまず自分で理解した方がいい、うん、ということで、メリハリをつけた方が良くて、楽しいかもしれないけど就活するんだったら就活時間も作った方がいい、このままだと楽しいかもしれないけど、うん、あんまり良くないなとは思います、うん。目的もちょっとやっぱり意識した方がいいかなと思ってて、まあ、通常であるとやっぱり就職先を探すっていうことがインターンの目的だったりすると思うんですよね。その自分の適性を測ったりだとか、こういうのは好きだけどこういうのは嫌いとか、まあ、そういう自分の価値観を確かめたり固いものにするためっていうところとか、あと得意なこと苦手なこといろいろ見るポイントってあると思うんですよね。そういうのをしっかり振り返って、このインターンで私が何を得たかっていうのを少しまとめてみると、インターンが楽しかったで終わるんじゃなくて次に活かせるかなって思うので、そこをちょっと意識すると次の行動っていうのがちょっと変わってくるんじゃないかなって思ったんで。堀さんいかがですか？がっかりしてほしい話があって、私が高橋さんの今までのお話を聞いた時に思ったのは、この人ってやりがいさえ与えればすごく安くこき使えそうだって自尊心が低そうだし、仕事をしつけても嫌だって言えなさそうだし。塾のバイトしてたんですけど、自分がすごいどん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 ストレスが溜まっていっちゃって、結果的に辞めれました。でも確かにその辞める時も自分一人の決断じゃなくて、周りからなんかもうすぐやばいよ、そろそろ壊れてくるよって言われて、やっと気づいて辞めたっていう感じだったんで、確かにやりがいをつけられたら働いちゃいそうだなって思いました。それは就活と関係なく、高橋さんは今のうちに自分の人生で使う時間は価値があるもので、自分の、ね、時間より大事なものはないっていう価値観を形成できないと一生搾取されるかもしれないので、涙が出てきた今気づけてラッキーと思っていい、だから今のうちに自分の時間を自分のために使う訓練を積んでいくっていうことができたらすごくいいんじゃないかなって思います。例えば今日自分の好きな服を着るとか、友達に寄せたメニューを選ぶんじゃなくて食べたいものを選ぶとか、そういうすごく小さな積み重ねから始まります。自分の時間を自分の人生を考えるっていうことが就職活動やキャリアを選ぶっていう時間なのであれば、絶対に取るべきっていうところが結論かなっていうふうに。私たちがアドバイスしたから旬ダイアリーさんを続けるかどうかを決めない方がいい、と思います。
ということで、じゃあ最後にですね、アドバイスであったりとか応援メッセージをいただいて終わろうかなと思ってます。いろいろと就活って悩むことも多いと思うんですけども、多分人生において自分についてこんなに考えるタイミングって多分就活が初めてだと思うんですよね。まあ、これって結構大変だなって思うこともあると思うんですけども、結構社会人になるとずっとそれが続いていくみたいなことも当たり前になっていくので、まあ、その第一歩だと思っていただければと思いますし、考えることを楽しんでほしいというか、あとはまあ就活ってまあゴールね、一つ就職ってあるかもしれないですけども、その過程の中でいろんな出会いとかもあると思うんですね。プロセスも楽しんでもらうっていうのが、まあ、一つ就活を楽しくしていくポイントになると思いますし、まあ、ご自身の成長にもつながっていくと思うので、悩みも含めて楽しむっていうことを意識してもらえるといいんじゃないかなというふうに思いました。高橋さんはすごくね、いっぱい魅力があるっていうことが短い撮影の時間だけでも伝わってくるぐらいたくさん達成されたことがあるので、まずはそれに対して自信を持ってほしいと思います。で、言われてもいきなり自信つかないと思うので、いろんな大人が言ってたしぐらいの気持ちで根拠なき自信を抱いていただけたらなって思ってます。本日の出てきたエピソードを内言語化してきたんですけど、共通点を考えてました。旬ダイアリー、LGBTQ の団体、まあ、ニュースピックスワンダイアっていうのの共通点っていうのは多分人の悩みだと思うんですね。その悩んでることを知ってその解決してあげたいって思いが強いと思うんですね。なんで僕のおすすめの行動としては、人にインタビューをした方が良くて、何か悩みがあった時にどういう瞬間に救われたかっていうところのインタビューをいっぱいして、じゃどういう企業、団体、組織、個人が人の悩みを解決して人を幸せにしてるのかっていうところをいろんな人に聞いた方がいい。今日お話しいただいた高橋さんのような悩みを持ってる就活生いっぱいいるけど、その中でもこういう動画に出てとかここに来て相談を打ち明けて、で感情をあらわにできる人は少ないと思うから、それだけでも希少性も高いし、当たり前にできてるかもしれないけど他の人ができないことだから、自信を持っていただきたいなと思います。ということで最後に今日学んだことをフリップに書いていただいたので、はい、お願いします。私が今日学んだことは逃げないということです。これはまず就活から逃げないっていうこともそうですし、自分の幸せってなんだろうっていうところを考える時間っていうのがあまり少ないんですよね。なのでそこを考える時間からも逃げないようにしようって思いました。ありがとうございます。あと皆さんの SNS は下の概要欄に貼ってあるので、よかったら皆さんのフォローをお願いします。ありがとうございます。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。